どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日は自分で書いたいろいろな落書きに変身できるというゲーム、落書き変換というゲームでね、新しく来たバンバンのキャラクターだったり、スキデビトイレの絵もね、今日はチャレンジしていきたいなと思います。落書きシリーズ好きな人、高評価とチャンネル登録もよろしく。ということで皆さんやってまいりました、落書きの世界へようこそ。ほら見てみんな、クレヨンしんちゃんいるめちゃくちゃうまいよこれとか、ほらあここにブルーもいるね、かわいい。まあ、こんな感じで自分で描いた落書き、例えばねこれ前回やった時に描いたジェスターの絵やねんけど、こんな感じで自分がねジェスターに変身できます。ブルーとジェスターの夢の共演ですかわいいな、クレヨンしんちゃんとジェスターの夢の共演です。ということでこんな感じで、ね、ここに描いた絵を自分のキャラクターに変身できるんで、今日はね新しく来たバンバン5のキャラだったり、スキデビトイレちょっと描いていこうか。よじゃあみんな、今まで描いてきたやつこんなにいっぱいあるんやけど、ジェスターとかスマイリーマイリーとかトードスターとかドゥームドゥームくんも描いたんだ俺。まあめちゃめちゃいろいろ描いてきてるんやけど、まあこれはね前回の動画見てくれたらわかるんやけど、ここの中にね俺のバンバンメンバーがいないんよ。最近出たノーワンスクワット新たなメンバー、キックスターくんがいないんよ。キックスターくんだから今日はねまずキックスターくん描いていこう。キックスターくんはねまあこんな感じの色やと思うから、これの色で描いていこうか。キックスターくんね意外と俺大好きだから、ちょっとちゃんと描きたいな。ちょっと俺ね右手に一応あの参考画像置いてるんですけど、それ見ながら描くよあとねこれが一応俺顔描いたつもりなんだけど、こっからね結構大きめのこんな感じのね耳があるね。まあ結構適当に描いていこうか。最初は腕がここから生えてるとちょっとひどいな。まあ、ちょっとひどいけど、まあまあまあ大体描きたいことはわかるっしょ。ここからちょっと色塗っていこうか。ここであとはもう全部ねキックスターくんは青色っぽいんでちょっと簡単やね。まあだいたいこれで骨格はできたあれだから今日ちょっと俺調子悪いのか。でキックスターくんといえばみんな、あのねここから角が生えてるんで、耳からここら辺からまあちょっとしたなんかこういうトゲみたいなのがねこう生えてるんよ。いやいいよいいよいいよ。でもってちょっと足の太さをもうちょっとちっちゃくして、足がね結構細かったキャラクターと思うから、もうこの辺ちょっと細くするだけで、あほらもう結構さ、キックスターくんなってないちょっと腕がとんでもないことになってるけど、まあ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 、でまああとは耳を適当にこんな感じでちょっと輪郭を描いていって、やっぱ足はね多分細めの方がいいと思うよね。だいぶちょっと最初の色とは変わっちゃったけど、まあこの辺あとは消せばうまいこといく気がする。バンバンノーワンメンバーはね全員ちょっと揃えてあげたいから、ちゃんとねフラッフィーパンツも俺描いてるからね。いや俺ねフラッフィーパンツ超好きだったんやけどな俺はまだ引きずってるよちなみに。であとはここを塗っていこう綺麗に。さあどうだみんな、おおもう結構さ、もうじゃん。でこれさちょっと多分ここの辺もこれはいらないかな。ここ開けるだけでちょっとぽくなるんじゃない。であとはね腕をちょっと足していこうか。こっからちょっと腕だけ急に雑になっちゃうかもしれないけど、それはまあ許そう。 OK、 まあこれでいいんじゃない。まあね修正はいくらやっても終わらないと思うんで、この辺にしとこう。でこれでちょっとあとはねここら辺にこの足のなんていうのちょっと変なマークのやつつけておいてと。 OK、 これで手と足っぽくなったっしょ。いいね。でこっから顔に移ろうか。じゃあ口から描いた方がいいな多分。口からちょっと白い唇をまずは描いていって、であとは目をねここに3つつけたいので、おおまあちょっと横向きに見てる感じにしようか。そんでもってちょっと大きさちっちゃくして、目をこの中に入れていきたいんやけど、これぐらいでどうだ。あーいいんじゃないちょっと変化、まあ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 こんなもんっしょ。ちょっと俺は 3D 感は出せないんで、じゃこれでさらに黒色でここも塗っていこう。口の中をねしっかり塗ります。これでここに牙があるみたいなんで、しっかりと牙も生やしてと。でねみんな俺知らなかったんやけど、ここにねもう一個黒いハートマークあるっぽいの。ここにこんな感じかな。まあ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 、ちょっと不細工だな。ちょっと不細工だな。顔の形が悪いな。なんか顔の形が悪い気がしてきた。ダメだみんな。俺ちょっと初めてギブアップするかもしれん。ちょっと待って。キックスター思ってる500倍難しかったみんな。よし。まあ、これで OK にしよう。前回のジェスターの威力は出ないな、ここで。あ、来た来た来た。よかったよかった。あー、まあ、あれでも、悪くない。でも
まあこう見ればさあ、いやでも悪くないかも。どうみんな、結構頑張った俺。けどね、なんかねフォルムが難しいね、キックスター。ちょっとじゃあキックスターと一緒にちょっと上登ってみようか。登っていこう。ちょっと僕がキックスター武道の達人さ。これは、あ、なんだこれ、なんかお墓みたいのある。これはもしかしてフラッフィーパンツのお墓、フラッフィーパンツのお墓があるのかもしれない、ここに。ちなみにみんな、俺前々回ぐらいにフラッフィーパンツちゃんも描いてます。ちゃんとほら可愛いのに、ほらこんなに。もうフラッフィーパンツはいないって思うと俺は悲しいよ本当に。いやけどもう本当に見た目は全然悪くないように見えてきちゃった俺は。みんなねどう思うかコメント欄で教えてください。ちなみにみんな、俺スマイリーマイリーも前回描いてたわ。あ、可愛いこのスマイリーマイリーこのスマイリーマイリーめっちゃ可愛いじゃん。じゃあ次はバンバン5のキャラクター描いていこうか。バンバン6か、5は今終わったのか。じゃあ6といえばみんな、ライオネスリーロイくんよね、絶対的に。俺はね、今日はこのライオネスリーロイくんを描くために来たまであるよ。顔がここにあって、まあライオンなんでね、まあこういう感じの大きいお腹があります。オッケー。でまあここにちょっと大きい爪とか手を用意しといて、足を用意して、あとね羽があるし髪型もあるんやけど、でここら辺からね尻尾が結構長めの尻尾生えてるっぽいねこの子。でオレンジ色のやつで、俺と同じライオン族なんで縦髪がこんな感じであるね。で縦髪と同じ形の羽がねこんな感じでついてるねこの子は。あー、いやなんかねやっぱりライオン族やから見慣れてるのかな俺。まだね描きやすい、全然さっきよりさっきよりすごい描きやすいよみんな。じゃあここからちょっと塗りパートに移動して、もうねライオンの子はもう俺はもう見飽きてるんで、鏡見るだけでねもう毎日毎日ライオン見てるんで俺は。やっぱ最も大事なのはこの輪郭やからね、輪郭さえ綺麗にしとけばなんとかなる。体の部分は完成したね。あとは髪の毛とかのちょっとオレンジの部分を塗っていくって感じかな。これではみ出してるとこも消して、あーまあ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 こんな感じよ。爪がね4本ぐらい生えてんのかな。まあまあこんなもんでいいんじゃない。であとは、こっからがちょい難しいよね。縦髪の部分を塗っていきます。そんな変な色にならなければ正直何色でもいいんやけど、ちょっと風に吹かれてる感じっぽかったから、こう右側にちょっと寄せて、おお、いいんじゃない、いいんじゃない、オッケー。まあこんな感じでいいっしょ。であとはこれ、これ葉っぱじゃない翼だ翼。かっこいいこのリーロイくんの翼をまずは描いて、まあ、ちょっと軽く適当に塗った後はちっちゃめのブラシで塗っていくと。よし、できたぞみんな。であとは、顔よ。顔はねもう結構簡単なはず。いいね、こんな感じじゃない。でちょっとねキリッとした目、キリッとした感じにしたいんで、こういう感じかな。こういいね。でもあとは鼻と、うん、いいいいいい。てかこれズームすればさめちゃめちゃやりやすいじゃん俺。これ最初からズームして描けばよかったこれてか絶対ズームして描いた方がいいよみんな。ズームするだけでこんなに描きやすくなるんだ。え、すげえ。ズームなんで今までしなかったんだ俺。バカじゃん。ほらこんなにも丁寧に描ける。来た、来ました。皆さん、ライオネスリーロイくんです。皆さん、おお、結構まあまあ特徴は掴んでるんじゃない。翼もあるし、まあ、翼の生えたライオンって感じやからね。もうライオンはお手の物ですよ。来たぞみんな。おおお、待って、サメ丸くんいるじゃん可愛いね、めちゃめちゃ可愛いじゃん。サメ丸うまいね君。ということで皆さん、ライオネスリーロイくんめっちゃかっこいい。いやちょっと我ながらやっぱりライオンはうまく描けたんじゃないかな俺。もう鏡で見てますからね俺。このサメ丸くんとのツーショットめちゃめちゃいいじゃん。ちょっとじゃあ観覧車にでも乗ってみようかな、リーロイくんと一緒に。行きますおいいね、風がすごいね。もう風でほら俺の髪型が右側に行ってるっしょ。これもそういうことですよ、風のせいですこれ。おお、いいねいいねいいね、超いいじゃん。やっぱりちょっとライオンはうまく描けるな。ちょっとさっきのひどかったもんな言っちゃないんやけど結構ひどかった気がするな。よし、じゃあちょっと家に帰ろうか。ライオネスリーロイくんのみんな部屋をね紹介したいと思います。部屋紹介動画です。今から2階に確か俺とリーロイくんのお部屋があります。あ、ここですね、これ。
ここ俺の部屋にします。今日からここからの眺めが一番綺麗ですなんか毎回この家に住んでる気がするな俺。ということでみんな、リーロイくんでした。みんなリーロイくんね、ちょっと何点かコメント欄で教えてほしい。結構うまく描けたんじゃないかなと思うよね。じゃあみんな最後何描こうか。ちょっとスピーカーマンチャレンジしてみる。俺ね結構難しいと思うよね、スピーカーマンだけは。けどまあちょっと頑張ってみるか。いやー厳しいな、だいぶ時間かかりそうな気がするな。めちゃくちゃ簡単に描いたタイタンスピーカーマンでいい？まあこんな感じの体になると思うよ。で足まで描けるかな。まあこんな感じでだいたい描くとしても、足がとんでもなくちっちゃくなるな。こんな感じならできるか。でもこれどっちがいいんだろう、みんな的に。やっぱりちょっとさ、胸大きい方がかっこよくない？これ全身でやるとねちっちゃくなっちゃうわやっぱり。まあでも全身の方がいいか、さすがに。まあちょっとめちゃめちゃデフォルメのタイタンいくか。じゃあまあこんな感じで作っていきたいなと思います。タイタンスピーカーマン、ここもねすげえごちゃってるんよな。オッケーまあ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 悪くはないぞ。色味自体はねそんなにね複雑じゃないと思うから、赤と、黒ぐらいを大量に使えばいいって感じかな。でももうこの時点でさ、結構もうタイタンスピーカーマンっぽくない？よしよし、ほらもう割とじゃん割とだぞみんな。多分ねこのスピーカーの土台になってる部分はもう割と全部グレー。てかもうさ、すごいいい感じじゃない？よしよしみんな。でこれでまだね、実はこうスピーカーの噴射口みたいなのがあるよね。噴射口みたいな、こういう噴射口があるんで、これも付け加えていきます。でここはねこのスピーカーの色よりもさらにちょっとね明るめなんで、もうちょいこれぐらいの色で塗っていこう。 OKOK。 あーまあまあまあいい感じいい感じ。であとはもう正直ね、このスピーカーの丸を描いていくだけなんよ。この作業がとても大事今からでもねそんな難しくないね。ここにも1個ずつあって、よし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 。んでもってグレーで胸のところまず置きます。で黄色のところを胸に入れます。そうそうこんな感じ。いやいいんじゃない？すごくいいよ。でここにさらにねあれもあるね、スピーカーが。でまたねここにもなんか変なバッグみたいなのもあって、よしこれだとここにもしっかりとランプつけて、よーし、まあ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 、あとはもう正直ねもうデザインの問題やから、なんかこういうちょっとかっこいいデザインにしといて、ちょっと適当にできた。みんなうおーてかすごいいいじゃん。でこの辺でちょっと爆発させとこう。よーしほらすごいいい感じよかった、まあうまく描けたよこれは。大変身、お待って、ワンタ君いるじゃん。こんにちは。おー来た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 。おー、てかすごいいいじゃん思ってた5倍いいわみんな。すごい、あ、ハギワギかわいい。あ、何そのエフェクト、そんなエフェクトあるんや。収録時間が全て報われた気がする。かなり時間経っちゃったけどいやよかった。タイタンスピーカーマンの家もちょっと作ってあげたいな。こことか開かない、開かないんだ。ここからさ、こっから上上がれたり、あー開かれるけど、あー上がれるけどこれ入れないんだ。あーくそ、あ俺もそれ上がりたい。 OKOKOK、 よし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 。ほらスピーカーもやっぱり頂上が似合うよほらいいね、ワンタ君との夢の共演、いいねよかった、すごいいい感じに描けてるわ。ということで今日俺はねもうここからタイタンスピーカーマンになって、この街をね守っていきたいなと思います。ということで今日はこのタイタンスピーカーマンとか、これミスターキックスターとか、あ、なんかミスターキックスターもこう見ればさいいじゃん。てか口がちょっと大きかったのか。まあでもこれはこれで可愛いな。なんか普通にいい感じだわ。なんかさっき微妙かなと思ったけどいい感じだ。まあこのねキックスターくんとか、このねライオネスリーロイくん描いていきました。おーいいね、こうライオン2人、いや3人揃ったねライオン族が。ということでね、みんなどのキャラクター一番よく描けてたかコメント欄でね書いてくれると嬉しい俺は。いやでも多分みんなもタイタンスピーカーマンって言ってくれるんじゃないかな。俺これ結構本当にいいと思うわ。なんかこの適当に描いたこのロケットのなんかデザインもすごくいいということでね、この動画楽しんでくれたり、ちょっとでもね良かったよと思ってくれたら高評価とチャンネル登録もよろしく。ということでまた明日、バイバーイ。